右目が多いです。はい、左の肩があんまりこう位置に動いていなくて、ただ浅い。そうすると、例えば大動作に残ったままウェイトするじゃないですか。手の位置はすごいいいんですけど、肩が曲がってない、若干のところがない。この三角形、このところが大きく、そのまま使えば使えるほど、緩やかになって、ここが残ったままだと上げると押すところがなくなっちゃうじゃないですか、はい、そうなるとも入ってくる軌道がどれだけ頑張ってもちょっと上からになっちゃうんですよ。でここがしっかりところがキープできたまま右にこれが入ってくれば勝手に角度が良くなる。姿勢とか柔らかいんで、ね、上げれちゃうんですよね。足だけだ。そう。ゆっくり上げてもらっていいですか？圧勝。
と今と同じイメージ分かりますか？分かる分かる。似てますよ、ね、似てる似てる。めちゃくちゃ失礼ですけど似てる体は止まっ、だから傾斜地の打ち方もだから安定してうまいこと腕も戻ってくるんで結構ナイスショットしてるんですよ。だけどうーん、もうちょっとさっき考えたら飛距離とか画面で考えると少しが下げるぐらいの気持ちでもちょうどいいのかな。で肩がもう少し入ってくるといいですよね。そう、え、超綺麗です。え、全然違いますよ。ね、違いました。全然違います。あ、肩入ってる、肩入ってる。入れたい。いい、いい、いい。はい、感じ。はい、そしたらね、あの傾斜角とこの懐というかここが大きくなるんで、そうすると曲がらないスイングにつながるんですよ。こっちは危ない。そうそうそう。そしたらやっぱ高く捕まって、あったって感覚をそうやって。100% 力で打ってたらスイープは乗らないかな。大げさに大げさに。今のよ、黒いですか？ね、5回。調子に乗らせてもらって。今のは分かります。ちょっと。はい。腕全体で、手先じゃなくて、腕全体で力抜いて、手の力抜いて。はい、手の力抜いて、そして。あと皆さんこれ早いもの勝ちで色どれがいいですか？やばー、白してきた。はい、ペンション。あ、いいですか？はい、ありがとうございます。